はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼロ、濡れガラスの巫女、続きをやっていきます。第4の雫からですね、はるかちゃんを探すということで、小塚対有利やっていきましょう。ちょっと射影機鍛えたいんだよね。これもう読み方忘れちゃったよ、この子の名前。冬に用なんだっけ、なんか忘れちゃった。ひみのさんが探していた少女で、はるかちゃん、ユーリはひそかの机から見つけたはるかの写真をよすがに氷上山へ向かいます。追加で持っていく61と90最初から持ってんのか、結構きついミッションになりそうだ。4の雫、神隠し、小塚対ユーリ。密かの机から人探しの依頼書を見つけたユーリ、依頼書を頼りに人探しを開始する。自殺した、氷見の冬日だっけが探していた少女、百瀬はるか。ユーリは自殺した冬日がはるかここにいると言っていた場所、神代神社かな、向かった。あ、そうだ、結局入れなかったんだよね、あそこの神社には。はるかちゃん、氷見野さんが探していた人、結局氷見野さんのが先に亡くなったのか。で、これどこ、まあ、これは最初ここ登っていくしかないもんね、やることといえば。駆け抜けていこう。マジで音量線、ちょっと待って、どこだ。いた、男か。14、57ダメージ。け、圧を使ったけど、49。ちょっとこれ終わったら鍛えよう。めっちゃぶるってんなこれ、あの冷圧が5つあると。241、倒した。ちょっと待って、近づけなかった、解除しなきゃいけないからね。射撃来たよ。強化レンズって、あ、鍛えられるは鍛えられるのか。消費霊力 100% から 80%、 あ、そういうことね、なるほど。でもまずはやっぱり基本となる射影機だよな。撮影可能になるまでの時間短縮プラスして感知か、まあ遠距離で戦えるようになるのはいいよな。吸収性能強化、霊力吸収効率する、効率かね。やっぱ出力上げたいよね、もうちょっとだかんな。出力を上げよう、基本の2つ。雨は降ってない、ここ行くと濡れっか。ちょっと待って、はるかちゃん、あ、アイテムがある、取ろう。メモ、滝の水で湿ったメモ、女性的な小さな文字、水の音で気がついた。行くのか戻るのか、戻るなら今が最後。フューシちゃんのとこにいるな、ってか名前ちょっと確認しよう。あ、まだある、何かが先か、ちょ、あれ無理だよ、あんなの映せんわ。拾う、回復割と余裕があるけどね。どっちかって言ってやっぱフィルムの方が欲しい。鏡石も持ってるっちゃ持ってるからね、最初から。結構似たようなとこに落っこってんね、アイテムが。清めの日、そして似たようなとこで敵が出るのか、ここ射撃、これも構えれば大体撃てるね、なんか調節しなくても大体だけどね。これを取ったらまた
敵が出るとか、あ、ちょっと待って、え、なんか流されてね、そんなことない。これさ、もう絶対さ読めないでしょ、水の中のメモとか。泣きたくなるくらい夕日が綺麗。ここまで来た、同じ夕日、生き残った時に見た夕日、夕日がこの闇に入っていった、だから行かないと。この山の水に溶けるのが自然だと思った、正しいと思った。死んだ3人の最後を受け取ってしまったから。夕日がだんだん近づいてきた、私が近づいているかもしれない。おお、ほら出たよ、しかも割と複数。フェイタル、もう一発行きたい。3発、ちょっと待って、いや、どうだ、ちょっと一回解除して。無駄、これやっぱ距離があると一気にいけるよね、多分複数に。こいつ結構やべえな、咲いてんな。やっぱね、サクっていう表現を使っちゃうんだよね、強く。どっちだ、近くにいるか。あ、今フェイタルになるのか。あ、いいね、これいけ、ガンガンいけ、倒した。いけるか。え、え、ちょ待って待って待って、 まだ生きてる。あ、 そんなことないか。これはミコだよね、ナタの男に殺された時か。惨殺した男がいたって書いてあったよね、振られて。お、来た、こいつ絶対来るわ。さっき思い出した、こいついるわ、そういえば戦うんだ。完全に狂ってんな。ここで出てくる、森で出てきた気がする。うわぁ、これは、いや、なんだ、何を潰してるんだ。目玉をくり抜いたとは言ってたよね。最後の見た光景か。ああ、なるほど。あれ、もう一体どこ行った、倒したのか。まあいいか、これ8万あるね。ちょっと出力上げよう。どれだけ増えるのかわかんないけど、感知吸収、吸収どうだろうな。飛び降り自殺の人、こっから飛び降りてったんだよね。自殺かどうかすらわかんないけど。これどっちだ、はるかちゃん。あんまこっちか、まだ。そうか、ここはまだ森の中に入ってないんだ。毎回同じとこにあんな、これ取ろう。フィルムはマジで必要になる。24枚、イージーだとね、手に入る枚数が多いんだよね。で、99枚以上は持てませんとなる。で、一応はやっぱガンガン使ってっていいんだな。うちの森、アイテム、はるか、これ終わりまでなんかさ、写真モード解けないんだよね。結構怒ってんだ。あ、万葉、ん、これなんだ、拾う。先へ進むか。ここくぐって、てか、なんでまたさ、こいつ夜に来てんの。そういえば夜じゃないといけない理由とかあんの。ここアイテム結構いっぱい凝ってんだよね。でも絶対遭遇するよ。
アイテム取ってってると、これ何、やべえもん拾っちったな。来るんじゃないかやつが。これやつの持ち物じゃん、もしかして。これが首吊りの木かな。多分首吊りの木です。ここで、え、来た、え、何、何、そうなるよね。あいつ速いのか足が。来るか、来るぞこれは。うわっ、速っ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 、ちょっと待って、速っ。どこだ、ちょっとマジ速くね。だからこれはチャンス、チャンス富田、ここはもう押す。どうなの今のペイタル、消えるか。こっち、ん、なんだ、どうなってる、ダメージは通るな。あ、もしかして今全然違う実体、ペイタルは狙ってこう、こいつに関しては回復されたな。あれ霊が吸収されたら多分回復されるんだよね。最初のあれだけだな、ビビんのは。え、待って、チャンス、これは来た。ビビってシャッター押しただけだけどね今。やべえとか思って。ちょっと一回出しとこう、もう一段階くらいやっぱ早めたいな、フィルム装填速度。いや、どうだ、いや、ちょっと遅かったか、ちょっと早かったんだな今。ちょっと待ってね、熱い、キンってなった瞬間、ここだ、どうだ、熱、倒した。いや、まだいるの、しぶと。お、倒した、消えよ。ちょっと待って、見とれなかった、やつはまだ復活してくるか。最初の方走ってくるのがいっちゃん怖いよね。あんなのさ、現実でやられたら、ほんとし、え、ちょっと待って、心臓止まるわ。徘徊する巫女、徘徊する巫女、徘徊する巫女。3人でいいのかな、もうちょっとなんか、アイテムがあった気がするんだけど、少し。俺も徘徊しよう、これフィルム、よし14、まあまあまあ。で今こっちにいるんだけど、あれこれさ、地図毎回毎回書き消されんの、予想的にはこっちだよね。そう、神社の方に行けばいいはずなんで。ただこの神社周りの方に61フィルムが置いてあると取っておきたい。あれ、またまたいんのかよお前、めっちゃ惨殺してんな。殺された巫女、目をつぶす男、しぶといやつめ、俺には気づいていない。ちょっと待って、本当に、あ、潰してんね、これ無理だよね、関係ない。いや、装填速度ちょっともう一回上げたい、荒ぶってんなあいつ。でこれはメモか、はるかさんの冬日、夕日見えなかった、私だけにしか見えなかった、私だけで行きます。夕日は山の中にあります。あの夕日を冬日と一緒に見えたら。
で、目的地自体こっちじゃねえや、まあこっちなんだけど、ここら辺のアイテム、61だよね。ちょっと待ってね、61今何枚だっけ。48枚か。あっちのアイテムも回収はしておきたいんだけど、ちょっと待って、こっから見て、こっちから行けたよね。あ、これ万葉か。おーっと、無理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 。あ、ただ万葉2つ回収できると考えれば、あの体力量は関係ない。このくらい減ることなんてことはない。で、あとはこっち来るとさ、いつも分かんなくなるんだよね。これも回収しておこう。これ御神水か。で、で戻ろう。こっち来て、こっち、まあ、61装填っていうか回収できて、ここまたちょっと待って、なんだ、子供がまた出てくるのかと思った。境内に向かう、はるか。この速度でしょ、61がこの速度。いや、やっぱ一応の方が速いな。90式速え。なるほど、よし、大体特性はつかめた。90はかなり使いやすそうだね。枚数的には少ないけど、入れるか。この前は開かなかったけど、開くー。しかもなんか怖え人形がある。いや、めっちゃ人形が怒ってんだけど。え、なにこれ、こんなんだったっけ。うわっ、怖っ、マジ怖っ。なんだこれ、ちょっと待って、地図どうなってる。いや、地図はないか。ん、これ下に行ける。いや、そういうわけではない。行けねえ。なんかあいつがいたよね、死体ごっこしてた人。人じゃないか、あからさまに怪しい。まあ、一個ずつ取っていこう。プレゼント。お、滅。強化レンズのレベルを上げるほど相手に与えるダメージが増える。射撃に装備、霊力が溜まってる状態で R1。 滅か、ここで手に入るか。ちょっと確認しよう。強化レンズ、ちょっと待って、ね、強化レンズ、滅、攻撃力2から 2.5。 あー、いいな、3万か。なるほどね。ちょ、待って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 、もったいない。圧はなんか別にって感じなんだよな。ちょっと使い道が今のところわからない。ちょ待って、バツボタンでさ、あれしちゃうからね、装備してねえし。射影機、装備変更、強化レンズ、ここに滅、 OK で、あ、そうか、こいつあれ即って、こいつ持ってたっけ。いまいち即のどこにヒットポイントが乗ってんだか分かんねえけど。はるかさん、2人で生き残った時、もうずっと最後の1日前のような雰囲気。冬日とすごく仲良くなった。誰にも言えない秘密を2人で共有する後ろめたさ。ずっと昔のことを話してる。いろんなことを思い出した。昔のことを覚えている。幼稚園の時に最初に描いた絵、1枚の画用紙、冬日と2人で分け合ってお互いの顔を描いた。冬日の背を抜いたこと、冬日の家が建て替える間ずっと家に泊まったこと、そんなことを話していた。卒園式、
最後の思い出の歌を歌った。思い出の歌を歌ってあの時に戻りたくなる。最後が本当に目の前に見えてきた。一番良かった瞬間を振り返ろうとしているのかもしれない。だけ？ここは拝殿。いや影がすげえな。重々しい。いや怖。こっちは開かない。奥へ行こう。何かが落ちている。万葉か。これさ R2 で振り返るんだよね。くるって。えで結局じゃあやっぱこっちしか行くとこないよね。ここ行けないで、ここ閉められてるっぽいな。ここに入った段階でってことはこっち行って、なんか行き先あった。この先階段下行けないんだよね。行けない。あの人形が邪魔で。踏み越えれば別に行けそうだけど、やはりここでなんかあれか、何かがあるか。もう少し奥、こっち、おっ下駅、ひな壇を覗く遥か、何か秘密がある。今のは遥か、ひな壇の下に何かがある。いや遥かちゃんはなんでさそれが分かったの。いや怖っ。地下へ続く階段、固く閉ざされている。開ける方法、見つかっちゃった。あなたも死ねないの？下に行きたいんだ。死にたいのはわかるけど。じゃあそれまで遊びましょう。これはあなた、あなたの人形に私を探して。射撃が反応している。これちょっとまたずらす。立て。これ映すんだっけ。なんか外とかに行くんだっけな。人のようなものは木に吊るされている。写真の場所に人形が隠されているのか、それは分からん。同じ場所を撮影する。外出れるようになってるのかな。あ、行けそうだな。向こう側が逃げていく子供。どっから逃げてった。あ、あれがなくなってる。人形が。で拾おう。12枚。もうちょっとバッチャーンってなるとビビるんだけど。これなんだ。水面が見えて人形を流していた。ゴミ箱的な感じかな。古いノート、片城神社の復興の記録。人形を流す供養、氷上山に
伝わる言い伝えに沿って行うことにした。この山では古くから山に流れる水をご神体としていたらしく、命はその水から生まれ水へ帰る。社地下にあった洞窟の人骨はすべて水の底に横たわっていた。おそらく命を水に帰した。この神社はなんだこりゃ、音よ川という川を挟むように建てられており、その間には廊下が渡されている。調べてもらったところ、川の底や下流から多くの人形が見つかった。人形見に込められた魂たちはこの廊下から川へと返され供養されていたのかもしれない。で、ちょっと待ってね、ポイントは2万か、まあ、全然だな。10万必要だからな、もう1段階速度上げるのに。これはなんだ、どっちもいけんな。じゃあ左から、えっ、ちょっと待って、こっちへ行けってこと。人形見はじゃなくて、ヨスがだっけ、なんだっけ、あれはもうないん、どこ、なんかいた、なんだこれ、面をかぶった男、こいつはなんだ、いや行けねえし、え、こっち行ける、あ、一応行けんな。地図見ながら行こう。で、扉がなんだか分かんねえな、どれがどれだか。暗くし、暗いし。どうなってる？このまま先へ行くか。ん？100から0。わかんない、倒したのか。あっ、取った。それなんか全然取れてねえけど一応取れたらしい。なんだここの部屋は。外、ここのどれかじゃないかな。アイテム反応もあるけど、ちょっとわからんな。似たような木が多くて、もうちょっと奥か、参道か。進む。はるかさんこちらには来てない。建物の中、やっぱそうだな、ここら辺でさっきのあれを探さなきゃいけないのか。どれだ、これか。反応するっちゃ反応するんだよね、多分近くに行くと。木的にはこれかこれっぽいけど、どっちだ、え、こいつ、なんかこいつ超怪しくね、怖っ。あんまりフィルムの無駄遣いもしたくないしな。人形がいるからさ、どこだ、ちょっと一回写真が普通の写真だから、アイテムどれを見ればいいんだ。これめっちゃ普通の写真だな。これか。全然わかんねえ。暗すぎてわかんねえんだけど。
大きな人形のような。でもそれなりにでも上だな。こいつか？いやちげえな。もっとなんか下向いてるよね。こいつでもない。いや絶対、あーこいつだ。で、オッケー。いやなんか同じか。で、どこに何が落ちた？これか。人が民、私に似ている気がする。そうか。ちょっと待って。お、ちょっと待って。また子供？うお、3人。この3人は。ちょっと集中的にまずこのロリータが。ちょっと待って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 。7、今めっちゃ走ってんな。やっぱ集中してきたところを狙う。距離が足んない。こいつが今すげえ出てるからな。待って、狙うときは狙ってこう。ペータル痛い。ひどい。大人をからかうんじゃない。どうだ。いっぱいいる。3人。あいつ倒したっぽいな。いや倒してない。まだいるか。これは入ったっしょ。まだいる ?3人。いや1人いなくなったか。倒した。あとはお前だけだ。悪いが体力がどこにあるんだ。マジでわからん。かわいそうだからこのまま。地味に殺させてもらおう。おおおおお、これでいけるようになった。いけるようになったっていうかさ、戻るときにまたなんか出てきそうだな。どっちから来たっけ。こっち側が閉鎖されてる。赤くなってるってこと。ああいうのは取れないからね。逆側から帰れってことか。で、なんかある。なんかあるよね。向こう側か。万葉丸か。開けよう。でこっちに来て、で逆側。これ下行けないよね。しゃがむとかはないからな。ちょっと細かく地図は確認していきます。いやこの水路もやだな。遠い。てか敵やん。背後を狙う。一応ロックするか。マジで体力どれ。ちょっとこれは全部入った時にやろう。うん、遠い。探知不能。狭い。ちょっと待って、狙われた？ガハ！下から来たか。これはチャンスといえばチャンスだったけど、わからん。どこにいるかわかんねえ。ちょっと狭い。お、近いな。倒したか。あ、触れる一瞬だったな。触れられなかった。やつを見とってやることはできない。あのアイテム欲しい。
あ、ご浸水だ。危ない。今のは見えた。私にも手が見える。さて、あそこにも光ってるけど、どうやって行くんだ？これ行き止まりやね。どんだけ人形があるんだ。あそこにもアイテムか。めっちゃ光ってんな。お、フィルムフィルム。え、怖っ。ゼロ式フィルム。装填に時間がかかる。ここぞという時だね。てか1枚ってさ、なかなか使えないよね。またか。ちょっと待って。うわ、2個。ちょっとどこ。回避。これ縦にした方がいいか。ちょっと待って。50173。どっちどっち。クソ、わかんねえ。いた。徐々に来る。ほら遅い。ちょっと半分減ったらちょっと前を頼ろう。ただし滅を使うまででもないな、まださすがに。いや、使ってみるか。ちょっと待って、どっちだ。こいつら消えるからな。一回出して、いや滅は全然足りてねえや、まだそもそも。どこだ。なるほど、これで下に行くのか、きっと。回避。無駄。ちょっと待って。ほらチャンスでもある。ちょっと待って、全然わかんねえ。240。どこ行った。どっちだ。こっちか。57。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、回避。ダメージ力上がってるか。だから、あの、一回鍛えてあるから、本当にちょっとだけどね。もう一発。くる。くそ。フェイタルにならないな。タイミングが違うのか。どこだ。向こうか。消えろ。まだいるか。どこだ。しぶとい。38枚か。174。いや、めっちゃ強いんだけどこいつ。よし、来た。ペタル。どこだ。あ、倒した。いや、倒してなくね。あ、倒した。わかんねえんだけど、死んだのか死んでねえのか。今結構濡れてる。ちょっとさ、しかも戦闘を行って、どっちから来たんだっけ俺。どっちから行ってどっちへ行けばいいのかがまずわからん。こっち行けねえし。え、アイテムは取ってないから、あれ、アイテム逆側だな。こう来て、こう来て、
このアイテムにつられて鏡石マジで重要で、こっちか。一応メッツが手に入ってるっちゃ手に入ってるけど、またプレゼントだ。吸収、自分の体力を回復できる。なるほどね。でも回復は今のところそんなにいらないんだよね。アイテムがいっぱいあるから全然賄える。まだ90フィルムも使ってないしな。よし、これで戻ってきた。ここでここに出るのか。なるほど。戻ってきて、戻ってきてどうすんの。いけるようになってんの。いや、いけるように なってないよ。ちょっとあいつどこ行ったの。ここだよね。写真写す。どこだ。アイテム使うとかだってなくない。それかあれか、ここに置くのか。調べる。置いた。マジで。あれ、びっくりした。あれか、霊視が出てきたのか。顔な、完全にこいつの顔だな。ちょっといつか6日を装填しよう。か、待ってちょっと待ってめちゃくちゃ押してしまった。1、2、血の力げっ、なんか出てきた。マジか。お前消えろ。いや、一発で倒せんな。これあれになってんな。どうだ、ちょっとわかんねえかな。攻撃しちゃおう。ん、どうなってる。ここで90を使うべきか。いや、来た。だからこれが取られるとさ、どっちこっち。ん、左にいるな。右にもいるな。ちょっと待って、やばい、わかんねえけど回避が出てる。怖っ。ちょっと待って、一旦ちょっと捕まれた。そう、召喚してくんのか。減ってんな。ただまだ大量にあるんだけど。護身水もいっぱいあるし、清めもそこそこあるから。90、通常時でこれだけ当たるのか。さすが。走ってった後どこへ行くのか。また分かんねえな。掴まれてあえて攻撃チャンスにする。いる、召喚してんな。これこいつでもさ、一発で倒せるよね基本。うん、なんかやってる。ガードか。何これは。どうなる。消えろ。ちょ待って、いっぱいある。わかんねえ。倒したっぽい。人形見、もう一回戻すの。
どういう仕掛けだよこれ。で一回ちょっと舞を使って回復して、で32枚か、まあ、これでいこう。洞窟へって書いてあった。また足場が悪そうなとこに来たな。ポイントは42000。いやまだ全然だ、全然足りん。10万まで。6インチの装填速度がそれなりになってくれればな、戦いやすいんだろうけど。これ何、これ棺を運ぶ男。どこに何が、ちょっと待って、どこどこどこ。おいた。てかアイテムが欲しいんですけど。あったよね、回収。あーちょっと無理だったか。なんか気づいた時には遅かった。これ清めか。甘い。2回はないよね。そして一応進める道がなんかあるけど、こっち行けないよね多分。鍵がかけられている。この扉は開かない。完全に壊れてんのか。出た箱。この箱がまた最悪なんだよな。フィルム。90か。使っていくか。ちょっとぽいやつがいたら使っていこう。ぽいやつってどいつだって言われるとあれなんだけど。ここは多分使いどころだ。水の中へ。地温が29枚か。最悪滅で仕留めるよな。90装填しておこう。これはそのイベントっていうか、なんか終わらないと解除できないんだよね。ゲー、手が出てる。絶対入ってるでしょ。開けよう。
が勝負の際と見た。90を使う。80ダメージか。どうなんだ。ほら、ちょ待って、箱全部出てきて回避、距離を取る。ちょっとあいつどう、何してんだ。ほら244、10枚くらいはちょっと取っときたいよな。のた打ち待ってんだけど、早い、やっぱり。72、チャンスでなんとかしたい。これだ241、ちょっと待って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 、いやーもったいない。左、どっちだか分かんない。来る、ここは、あ、フェイタルで行こうと思ったけど、ちょっと90は少し残しておくか。あなたは、私は小塚田ゆり、あなたを探すように頼まれたんです。歩けますか。とにかくここを出ましょう。はい。めっちゃ怯えてんだけど。まあそりゃそうだよね。14枚か。枚数的にはやっぱ戦闘開始してからそう07。この箱1個だけだけど、すべてが開くと。だいぶ不利だよね。ここが閉ざされてる。こっちとかから出れないのかな。鍵がかけられている。無理か。これなんだ、読めない、漢字が読めん。これ下くぐってきたんだっけ。この箱が絶対どれか開くよ、また帰り道に。私を探してほしいと頼んだのは冬日。あ、やっぱ冬日か、呼び方、はい、最短距離かよ。冬日、痛い、いや残念ながらもう俺が殺してしまったよ。ついてきてんのかな。一応走ってはないけど、走っても大して速くなんないからね。ここ、こっちでいいんだよな。よし、え、ついてきてる。ちゃんと、来てんな。帰りにナタのおじさんに襲われそう、森で。ナタのおじさんが来たらまた90使うか。てか出れるようになってる、これ。あ、出れるようになってる。どうして、一緒にいて行ったのに。ここは走れる。よし、開いた。ごめんね。しょうがない。許して。精一杯生きるんだ。それが生き残った者の定め。責務。なんか怒ってる。嫌だな。取るか。歌が聞こえる。お、待て。こいつら。勝手に行動しだすからな。あ、速っ。お前そんな速く走れんのか。残影とかっていう話じゃなくない。ああ、もう、万葉使うか。今多分ちょっと濡れてんだよな。
多分。結構点滅がすごいからね。血のような黒いシミが付着してる。すべて殺さねばならん。この山にいる女すべて。奴らの目を見てはならん。すべて殺す。目を潰す。わしは見られてしまった。変えよう。フィルムを。とりあえず一応にしておこう。で、あいつどこ行った？こっちか。こっち。アイテムか。回収しておこう。護身水。危ない。いや、これ一回使うべきか。あ、これここで確か戦闘になった気がするな。なんかポロ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 言っちゃって申し訳ないけど。ああ、いる。ぽい。こいつはなんか一音でなんとかしたいな。あの時やっぱチャンスなんだよな、こう突進してくる時が。でもその時には煙がはまってないのよ。げっ、消えた。いる。ちょっと待って。強い、 いいね。173。レッツ。すげえ。341。177。見とれ、え、げえ。これ冬日？今のは。帰りましょう。ちょっと待って、アイテム落としたのに。どうしてあそこに？いつの間にか来てたな。勝手に入ってくんじゃねえよ。夕日が見えたから。夕日が近づいてきて、だんだん慣れてきて、溶けるみたいで、溶ける。とにかく君は帰ってきたんだ。無事でよかった。現実を見ろ。奴は死んだ。あの歌。今は何も考えずに休んでください。そうね、ありがとう。少し落ち着くまでそっとしておく。ひそかさんのことを話さないと。ちょっと状況がやばいよな、これ。お邪魔しています。先生と話した。ひそかさんが戻るまで私と先生もできるだけここに顔を出すようにする。そうだな。てかどこにいるんだ。
こっちか。あ、いた。ひどくなされている。触れる。なんで？何に？記憶を読もうとしているのか。先生、そろそろ。ああ俺は帰る。ユリも少し休め。ええ、おやすみなさい。お色気シーンのはずが逆に怖い。湯船結構でかくね。今の夢、洞窟で見た遥さんの記憶と同じ。彼女から何か聞き出せるか。どこにいるんだっけ、そもそも。倉庫は倉庫だったよね、あそこ。第一倉庫だっけ。第一倉庫だったか第二倉庫だったか分からん。はるかさん、いねえし。行方不明となっていたはるかちゃん、片代神社の地下にある洞窟の奥で黒い箱か閉じ込められていた。ユーリは助け出したはるかを骨董屋へと連れ帰ったが脱走してしまった。さよなら。B
11万、これ消費アイテムだから生産してゼロ式フィルム結局さ1枚使ってなかったわ。これでまたでも鍛えられるんじゃないか、というところで、では4の雫が終了しましたので今回はここで終了します。次は第5の雫、北条蓮ですね、やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。